時刻は9時19分となりました。マミがお送りしておりますキラッとマミラジ。続いては私が月曜日担当になり初のこのコーナーです。川越とカナダを結ぶ川越の架け橋のコーナーです。イエーイイエーイ。私毎週水曜日朝9時から11時の生放送の担当でもありまして、水曜日のですね生放送では現在お休みをねいただいてるんですけれども、中国との中継をお届けしていたんですが、本日から月曜日ですね、第1、第3月曜日はカナダからこのラジオ川越のスタジオから中継をつないでお届けすることになりました。本日ですねトークテーマがありますので、トークテーマを中心にですねお話を伺っていこうと思います。それでは早速お呼びしたいと思います。カナダ中継を担当していただくパーソナリティ、沙織さん。沙織さん、はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。いや、私あの久しぶりの中継でして、ええ、私もともと緊張しいなんですけど、緊張してますねそんな風に全然思いませんか。見えませんけど、はい、あの実はですね、私と沙織さん共通点がもうすぐ見つかりまして、あの同じところにねほくろがあるんですよね。本当ですね、うん、すごい運命、はい、なんでやっていうツッコミがはい、申し訳ありません、皆さんわからないよって、ほくろなんて。そうですね、見えないし見えないしってことで、はい、トークテーマなんですけれども、あの初めましてということもありまして、はい、自己紹介、そしてカナダに住んだ理由ということをねお伺いしようということで、はい、本日よろしくお願いいたします、はい、お願いします。はい、はい、早速なんですけれども、自己紹介を沙織さん、はい、お願いいたします。はいはい、おはようございます。はじめまして、マクルーア沙織と申します。カナダ人の夫と結婚しまして、安倍沙織だったんですけど、安倍の名を あっさり捨てて、マクルーアに、はい、マクルーアになって、こちらに来てまだ2年と4ヶ月ぐらい、パンデミック中に2020年の11月にこちらに来たばっかりなので、まだまだ、お乳です。お乳なんですね。はい、はい、安倍の名をあっさり、はい、捨てました、はい、でもね、ちなみに大型ですか、沙織さん。大型です、うん、あ、私も大型なんですけど、やっぱりきっかけがあると、うん、行きますよね、あっさりね。あ、そうですね、案外大丈夫、うん、大丈夫ですよね。私も日本なんですけど、す高知県からもうすぐ東京に来て、で川越もちょっと、うん、あるきっかけがあって、すぐもう住むって、もう決めるっていうね、思い立ったら結構動いてしまうというか、もう全然そうですね、私もそのタイプです。あっさりですよね、うん、はい、でも共通点はたくさんもう早くも。そうですね、はい、はい、カナダはもうやっぱり全然違いますか。そうですね、まあ、私、赤羽の出身なんですけど、うん、はい、まあ、東京だったから、まあね、忙しく毎日仕事も大手町まで通って、もうなんか本当に毎日忙しかったんだけど、こっちへ来てからはもう電車あるんですけど、電車に乗ってっていうこともほぼなくて、やっぱり車社会なので、毎日どこへ行くにも車で、でまあその満員電車とかね、満員のバスとか、そういうのは全然もう全くこっちでは経験がなくって、はい、その点はねすごいもう嫌だったので、満員電車がね嫌いだったから、そういう意味ではすごく生活的にはすごくスローになってゆったりして、もちろん毎日で生活して仕事して帰ってって言ってやることいっぱいあって、バタバタするんですけど、まあ東京とペースを比べるとだいぶゆっくりになってるかなっていう感じはしますね。ストレスが
なくなってきたというか。まあそれなりにありますけどね、生活してれば、うん、でも日本にいる時みたいな、そういうあのこっちの人って本当人のこと全然気にしないんですよね。なんか例えばそれこそよく言うのが、あの お年を召したおじいちゃんとかおばあちゃんでも、もう自分の着たい服を着てるし、あの髪の毛もね好きな色に染めてるし、本当に何だろう、日本だとやっぱりこうちょっと周りの目がね気になったりとか、ちょっと合わせないとっていうのが あるし、私も実際そうでしたけど、こっちへ来たら本当になんか誰も私のことなんか気にしてないので、そういう意味ではあのこう合わせないといけないとかっていう、そういうストレスはあの全然ないですね。また日本人特有のそういうこう、ね、周りとこう合わせなきゃちょっと自分変じゃないかって思う、そうですね、文化もありますよね。楽ですね、こうそうですね、そういう意味ではすごく楽です。こう自分ら自然も多いし、あのまあ、赤羽もねそれなりにあの自然あのそれなりに、まあ、東京の端っこなんでね、あったけど、でもやっぱりちょっと規模がねカナダは大きいし、公園の数も多いしね、あの、まあ、ゆったりしてますね、あの国がね、そういう感じはします。あるのいいですね。そうなんですよ、公園が本当に多くって、大きな公園もあれば本当に小さい公園もあるし、あとトレイルって言ってあの走ったりとか、なんだろう、なんて言ったらいいかな、サイクリングしたり、ハイキングしたりする、そういうあの整備されたところもあのたくさんあって、本当に自然が本当に豊かですね。こうちょっとこうまたコロナ禍でもあったんですけれども、やっぱ公園とかあるとね、こう気分転換、そうですね、そうですよね、またこっちも公園があったら、もうコロナ禍の中は公園が閉鎖されるぐらい殺到してしまって、逆に空気が悪いっていうので、そうなんですよ。なるほど、はい、公園があるっていうのはいいですよね。そうですね、やっぱり、まあ、私はあの、カナダに住むっていうのはやっぱりきっかけはこのご結婚ですか？そうです、本当にもう結婚だけです。はい、私はもう早く東京っていうか日本を出たかったので、はい、なのでもう、あ、しかも国際結婚がしたくって。そうなんです、はい、なのであのできれば日本にいる外国人じゃなくて、どっかあの脱出する理由わかりますある、って言って、またまたまね、あのオンタリオ州なんですけれど、まあ、トロントがあるところで、あのトロントではないんですが、その郊外に住んでるんですね。で彼はここで生まれて育ったので、まあ、あのいろいろね知ってるし、まあ、あの新しく移民として引っ越してきたけれども、まあ彼がいるのでほぼなんかいろいろね、やっぱり全部やってもらって、本当英語をね、日本で英語が少しできても、こっちへ来たら私が今度外国人なのでね、そうなんですよね、あの一人ではいろいろもうできないことがたくさんで、お買い物行くだけでもね、もうビクビクしていくような感じだったので、はい、でもなんとか生き延びてやってますけど、はい、夢がでも叶ったということなんですよね。そうですね、いや本日ですね、お時間の方がですね、やっという間ですね、はい、あもうお時間ですか？そうなんでしょう、はい、10分というね出ちゃいました、いやまた、第3月曜日になりますか、はい、いや楽しみにしております。はい、またお話、トークテーマもありますけれども、今のお話もね、ちょっと途中伺ってもいいですか？はい、もちろんです。素敵なお話ありがとうございました。バタバタしてごめんなさい。ありがとうございました。嬉しい、はい、ありがとうございました。じゃあまた再来週、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。皆さん久しぶりでしたが、
第3月曜日になりますね。またお楽しみにということで、以上川越の架け橋のコーナーでした。